こんにちは、マカロニです。今回は PC 版 Steam のストア画面において、すべてのジャンルのゲームを新発売順に表示させる方法です。まず、最初に上部のタブメニューからカテゴリーを選択します。次に、何でもいいのでカテゴリーを一つ選択します。今回は、シミュレーションを選択してみます。すると、そのジャンルの話題の新作やおすすめ等を進めてこられますが、これは売りたい側の都合でしかありません。そこで、下部にあるすべての新作を表示を押してみます。これで、シミュレーションに関するゲームがすべて新作順に並びました。でも、欲張りさんな僕は、すべての新作を新作順にチェックしたいのです。方法は簡単です。左上のシミュレーション×ボタンを押して、それを消せば、何もフィルターされていない全ゲーム新しい順リストの完成。前は、この状態がデフォルトだったんですが、Steam ラボで勝手にフィルターされてしまうと、一期一会のインディーとの出会いのチャンスなくなってしまいますよ。自分で探してみる喜び、奇跡を発掘する楽しさを皆さんと一緒に共有できたら僕は嬉しいです。あ、もちろん右ペインから自由にジャンルを絞ったりもできます。以上、今回の動画はゲームくらい洗脳されずに買いたいよねって話でした。また次のSteam情報でお会いしましょう。皆さんのおかげでチャンネル登録700人、本当にありがとうございます。また、コメントで多数のアイデアや情報をいただき、感謝しております。有益な情報は、どんどん取り入れて、新たな動画作成にも役立てていきたいので、お気づきの点なども、お気軽にコメントしてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。